私のプルシカはね夜明けの花って意味なんだパパがつけてくれたの夜明けって見たことあるそうだよ私が大善だよあああれね重くてさ何度も途中で捨てていこうと思ったよまだこちらが名乗っていなかった僕はレグこっちがリコだ助けに行けばいいソスファプターは止めん 友を言い訳に使うなファプタを傷つけまいと青笛になれるのは15歳からですが白笛の時期弟子ということで特別らしいですナナチ家族とは血のつながりのみを言うのでしょうか私はそうは考えていません現地の人だから穴に詳しいかもそれにえー、っと見てこの体すごいしなやか そうなんですよ私が助けなかったら今頃蛇のフンですよナットのやつはいこの笛でピーって私がおとりになって原住民たちは「鐘楼」と呼んでいた「帰らずの都」決して戻れぬが黄金都市は実在すると鉄板ならあと1ヶ月分はあるよ星の羅針盤が起立する地点この風来る未開の海でそれだけが頼りだ ま,まあーまあ大丈夫だそいつは他の笛と違って本人しか使えないんだ白笛は親族が受け取るのが習わしだ皆納得してくれるさ遠慮すんなこいつと一緒にいるわけにはいかなくなるのか無理だろ犬でもバレたのに <laughs> 誰にやられた待ってろ連中を根絶やしにしてやる どうした王善もう降参かお前がいると場が荒れはつる取り除いたできる限り早く去られる我にファプタは止められぬタンクツカが人である以上避けては通れない謎の現象アビスの呪いと呼ばれるものだ目の奥ドグープって呼ばれてる場所でなわち含め村の連中はな <laughs> とは言っても 私は薬師ですし、キャラバンの診療船に運びましょう。まずは熱を下げないと、命が助かっても体が生かれてしまいます。言いたいことは一つだけだよ。笛えちは組合の個人生徒である自覚を持ってしっかり稼ぐように。よし、一時しのぎはできたかな。けどこっからは大変だぜ。お前にいろいろ取ってきてもらわねえと。それ、昨日の人たちにほどほどにね。 口に合わななかかったかなよく飽きないねそうねこれから第2層の逆さ森まで行くんですって君は何になりたいのやっぱシロフ乗りたいよねシロフこれってすっごいチャンスだと思わない備品を紛失したものは総務に申請しろ以上だ委員長からお話がある